三の砦一つで防衛隊員の犠牲者が30人だぞ。鬼神兵があんな大軍で来るなんて誰にもわからなかったのよ。ガドがいなかったらもっと犠牲が出てたわ。別に犠牲を減らせればいいってわけじゃない。30人も損耗していながら砦を落とされたのが不甲斐ないんだ。これでは奴らの死に意味がない。勝っていれば意味があったというの？そうだ。少なくとも無駄死にではなかった。俺たちが滅ぶか、鬼神兵が滅ぶか、二つに一つだったら。俺たちは最後の一人になっても生き抜いてやる。